い、ここからはアウトドアですね。のぼるさん、お久しぶりです。お久しぶりって先週だけじゃん、はい、先週いなかった。先週お休みしました。鶴巻のぼるです、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。疲れました、うん、お疲れました、はい、ブラウンシュガー、はい、うん、ストーンズですね。シングル、ね、ジャケット珍しいよね、はい、あんまり見たことなかった、ね、皆さん知ってますか、こんなジャケットの。ジーパンのチャックが、はい、レコードジャケットに本物のチャックが確かついてた。そうだね、うん、あ、で、なぜかストーンズ全員がズボン履いてないって意味がよくわからない、まあ、はい、まあ、難しく考えないからですね。まあ、そういうことです、はい、B 名はビッチでした。そう、ビッチ、はい、すごいですね、喧嘩ってますよ、はい、して、湘南海岸、はい、セット、モモ、音所は、うん、南西の風が6メーター、うん、まあ、やらないですね。やらないか、はい、自分は。ああ、ちょっとむでも前やる人はやってる、ね、バシャバシャで、うん、まあ、6メートルじゃ結構コンディション良くないです、うん、明日は、サイズアップしてくるんですけど、うん、同じくオンショアが、まあ、南西南南の風6メーターぐらいやっぱり吹いてるんで、うん、やっぱり、まあ、サイズが大きくなるけどもコンディションは今のまま悪いまんまですというところで、あさって金曜日2月の14日ここで北回りに風が変わって、まあ、面がクリーンになる予報が出ておるんで、季節的にはどうなんですか。だいたいやっぱり夏場っていうか、うん、春先とかがいいとか、そういうのは、まあ、いいっていうのはやっぱり台風とか、ね、8、9、10が調子いいんですけど、うん、あ、調子いいか、うん、でもまあそれも全てこう風あり、風次第だもんね。うねりが入っても風が合わないとやっぱりコンディションはジャンクってことですね。なるほど。で、あさって、まあ、北回りに風変わるんで、うん、ちょっとサイズダウンするけれども明日の、まあ、ちょっとサイズアップが残りの、うん、面が綺麗になって良いかもっていうところなんですよ。なるほど。だから、まあ、2月14日金曜日午前中狙いで、うん、ちょっと遊び行ったらどうでしょうかっていうところですね。はい、サーフィンです、うん、年金も会えるし、うん、よくわかんない年金ですか年金ってだいたい偶数月の仲間ですか、はい、年金の方最高ですで、だから いくつから受け取るかはそれぞれサーフィンの話から年金ですか OK です、はい、ストーンズは年金もらってないかもしれないけど、びっくりした、いらねえやん次行きます、はいはい、お願いします。と、うん、雪情報、雪は、はい、毎回紹介している、うん、新潟県湯沢神楽スキー場、うん、積雪量280センチ、おお、相当来てますね、はい、まあ降ってますよね、前回の、寒波でドボッと降ったんで、うん、またプラスされてますね、でも、うん、今週末まで、まあ、今日含めの、うん、温度上がるんですよ。で、曇り雨予報で気温が上がって、うん、まあちょっといまいちになるんじゃないかなっていう、シャーベット状になっちゃうですね。で、まあ昼間例えばプラス5度とか、うん、6度とか7度とかになって、夜中が、マイナス温度になると凍るじゃないですか。うん、あ、そうか。本当、まあ凍ったのがシャーベットになってまた凍ってっていう、うん、一番良くない流れ、あ、そうなんですか。それにまた今度寒波が来てドカって雪積もると、うん、今言ったその凍ってる層から上がスパッと切れて流れたりするんですよ。ああ、まあ、雪崩の事故もね、そうですね、私知ってるだけでも、うん、北海道トマム、うん、それからニセコの羊蹄山、うん、それからどこあった、飛騨乗鞍岳、もう3つ4つ結構来てるんですね、雪崩の事故が。この間の寒波ですね、その寒波で、一気にドカッと降った翌日に出動された方がやられてるかなっていうところなんで、まあ状況をよく見て、うん、はい、遊びに行ってください。まあ、急なことはいいんだね。同じく白馬八方尾根スキー場では225センチ積雪あり、うん、まあ、今週末までは同じく、うん、緩んでんですね、温度ちょっと上がる、うん、でもまあ標高高いんで曇り雪予報ですと、うんうんうん、ね、あ、まあ、標高高いからそんなに、うん、まあ雨にはならないけども、まあ、ど、例えば 1800m の標高以上は、うん、みぞれから雪に変わってますよっていう、
ところなんですよ。なるほど。まあだから、まあ、山の上の方はスキー場が助かってますね。まあこの間のでね、この間のでちょっと潤った、うん、でもちょっと遅いんじゃないか、ね、まあ時期的にはね、はい、でもその分後までできるっていうことはないの。うん、でもそこまでのドカフリーの寝行きまでなってないですよね。なってない。まあこれが続けばの話ですけど、あ、まあ、ぶっちゃけ結構厳しい状況が続いている、うん、まあそうだね、気をつけてほしいですよね、うん、本当ね、はい、うん、してして、はい、もう世間では、うん、というか業界では来週、うん、18、19、20っていうところで、インタースタイルとか、うん、あの SBJ っていうあのスノースポーツ関係の展示会がもう行われてて、うん、行われる予定で、はい、で来週のその週中、うん、18、19、20横浜パシフィコで展示会をやってますと、はい、でこれはあの業界の人、それから一般ピープル、うん、みんな、うん、あのウェルカムなんで、ほうほう、はい、あのまあ、こういう時期それを毎年やってますよね。毎年やってますね。あの見に行って、まあ、次の、購入の作戦立てるのもいいかもしれません、うんうん、そんなに大きくこうチェンジするもんなんですか。大きくは変わんないですけど、うん、マイナーチェンジはあるとは思うけど、うん、はい、まあ、だからぶっちゃけ、うん、洋服変えても、うんうん、上手くなんないですけど、まあ、確かにあの滑るギアは、うん、靴とか板とかを変えれば、うん、上手くなる可能性が高いですよね。まあ高いか、うん、だから、まあ、まあ道具に頼る部分もあるからね。そうそう、各国も大事なんですけど、うん、ギアがもっと大事ですところですね、うん、はい、まだ次 そうじゃないと和服さんとか儲かんない。そうそう、商売ね、商売大事はい、はい、ネクスト、はい、同じく、うん、来週の週末が、はい、19、20、22、23ってこう、うん、金曜日東和市の、水木土日で、うん、原点スティックスノーボード試乗会っていうのを、うん、群馬の丸沼高原スキー場で、はい、開催されます、うん、でまあこれも前に紹介した FWP っていう、うん、略し、フローズンウェーブパークっていう、はい、まあ、雪で作ったバンクパークがあって、うん、ここで遊びながら来季のニューボードを試乗していただいて、うん、まあ、購入購買につなげてほしいというような流れがあるんですよ、うん、で、まあこれ500円、あ、ずいぶん安いじゃないですか、はい、まあ、前は無料だったんですけど、はい、多分メンテナンスしたりするのが大変だから、あ、まあ、500円で、試乗できますっていう流れが、うん、人口も増えてるからね、うん、ありますね、うん、だまあこのウィークデーに行ければすごく、うん、空いてていいし、あ、なるほど、まあ、土日に行くのも、うん、まあ、知り合いがいっぱい来てたり、うん、プロのライダーが、いろいろ揃ってて、あ、 そ、 まあ、それを見るだけでも結構面白いんじゃないかなというところです、うんうん、はい、はい、丸沼高原スキー場原点スティック試乗会、はい、鶴巻の方も多分参戦してますので、はい、ぜひぜひ見つけたら声かけてください。はい、ありがとうございました、はい、今日のゲストは影山喜太郎ちゃんでした。ありがとうございます。はい、来週19日はノーゲストですけれども、あのね、その後ね、鶴見のラバーソウルね、収録に行っちゃうんですよ、ね、それはまた交互期待、いつになるか分かりませんが、それではまた来週、バイバイ、ちゃんちゃん、あー、ます。声かけて。